改めて怒りが込み上げてまいります。あなたのやってることを差別と言わずして何を差別と言うんですか。杉田水脈政務官にお伺いをいたします。塩村委員の質問に対して撤回するというふうに、謝罪をされないということですね。そこの部分だけ撤回するということだということが分かりました。これ全文撤回しなきゃダメだというふうに思いますよ。他読みましても本当にひどい文章が書かれている。具体的にはこの LGBT の皆さんと会って謝罪をするということですか。馬鹿にするのもいい加減にしてくださいよ。ちゃんと会って謝罪すべきでしょう。ひどい話、こうした人たちに直接会って謝罪をする機会になってないというふうに思います。公開の要請文がこれ来ています。これお読みになりましたか。秘書の方に届いているというふうに。昨日ですね、省庁の方とのレクでこれはお渡しをしてしっかり目を通していただくようにというふうにお伝えをしました。しっかりしていただきたいと思います。これ読んだ上でですね、直接の謝罪を求めていますよ。職責を果たす資質はないと思います。